私、ヨガとか仏教とか修行やることの一番大きなメリットは、自分は変わるんだってことが分かることだと思うね。はい、今日はヨガスートラです。ヨガスートラについてまず言うと、今のフィットネス的なヨガじゃなくて本格的な伝統的なヨガを重んじる場合、一番古い由緒正しい経典、これがヨガスートラです。これは原始ヨガとも言われますが、一応ヨガと名の付くものでまとまった経典としてしっかり残っているものの一番古いやつ、まあ、古いと言っても5世紀頃の作品と言われています。実際はもちろんこういったヨガの世界っていうのはもっと前からあったわけだけど、それがそういう形でしっかりまとめられたのが5世紀頃で、これを書いたのはパタンジャリというふうに普通は言われてますが、ただパタンジャリという人は実は紀元前2世紀頃の人なんだよね。だからパタンジャリが書いたってことはありえなくて、おそらくパタンジャリを含めてその時代のヨガの聖者というか、聖者でありこういう文章的能力になった人たちの作品とか言葉を集めて編集したのがこのヨガスートラじゃないかって言われてます。とにかくその後の様々なヨガに広がっていく一番原初的な経典ですね。で、ここにはいろんな哲学が登場してきますが、これはあまり学者的に一つ一つを掘り下げる必要はないです。カイラスでは仏教のいろんな経典とか、ヨガのいろんな経典とか学んでるから分かると思うけど、結局同じことを言おうとする。ただ、宗派とかいろんな流派によって、若干定義が違ったり、名前が違ったりするんだね。だから一つのある同じものを別の角度から説明しようとしてるから、A と B が違うように見えちゃうんだけど、実際は全く同じなんです。例えば仏教は、盲人が像を見た例えっていうふうに言ってるけどね。盲人が像を見た例えっていうのは、目の見えない人に象を触らせた。で、それに対してある王様がね、聞いたわけですね。お前たち象とはどういうもんだったか。で、鼻を触った人は象とはなんかぐにょぐにょして長かったです。で、お腹を触った人は象とは太鼓みたいに大きかったですとか、で、尻尾を触った人は象とは動機みたいですとか、それぞれ言って、喧嘩しだす。いや、俺こそが象を知ってる。で、これが中途半端だっていうか、まだ完全な悟りを得てない者たちの喧嘩なのね。つまり、それぞれが絶対的な真理の一部だけを見ていて、それぞれが、ああだこうだ、ああだこうだ、俺が正しい、あれが正しいって言ってる。これはまだ中途半端な者たちの喧嘩です。じゃなくて、じゃあ、完全に全てを見た者は喧嘩しないのかっていうと、本当に見た者は喧嘩しない。なんでかっていうと、お互いに象を見たって分かってる。これはどういう例えかっていうと、象っていうものが我々の全く見たことがない理解の範疇外にある動物だとする。昔の日本人はもちろん象とか見たことなかったろうけど、それを私が象を見たとする。で、例えばトレシ君とか田中さんとかが象を見たとする。この3人が象を見て、で、バラバラに見たとする。バラバラの場所で3人が象を見ました。で、この3人が会って、え、君も象を見たの？で、2、3回会話を交わせば、あ、そうだよね、わかるわかると、わかるじゃないですか。だから本当に見た者同士はわかり合える。問題はこの弟子です。私の弟子にゾウとはこうだよって伝えるんです。で、さらにその弟子からその下にゾウとはこうだそうだって伝える。トルシ君もそういう風に伝わっていって、田中さんからも伝わって、この2代3代目の弟子たちが話し合う。ここで喧嘩が起きるわけです。だって私の伝え方と田中さんの伝え方、トルシ君の伝え方違うわけだね。どこを強調するかとか。だから見た者同士は分かり合う。でも伝え聞いた者同士は師匠が言ってる強調部分が違うから、例えば私はね、鼻の長さにすごい感動してゾウの鼻はすごかったとか言うかも。でもトルシ君は全くその着目してなくて、実質的な部分というか、あの体重とか、つまり私は例えば見た目にとらわれて、それしかもうちょっと実質的なパワーとかそういう部分にとらわれたかもしれない。で、田中さんはまた全く別の観点で、例えば私がゾウとはなんて美しいんだって言ったのを、田中さんはいや、あんな醜いもの見たことないって伝えたかもしれない。で、これが何度も言うけども、見た本人同士は分かり合えるんだけど、言葉にした段階で弟子たちの間に意見の相違が起こる。これが様々な仏教用語の宗派流派の意見の相違なんだね。全く同じものを昔の聖者方見てたんだけど、本当は見てない、ただ学問だけ学んだ者たちがお互いにああだこうだ言い合ってるだけなんだ。だからそういう過ちには陥らないようにした方が、ヨガスートラでこれから学ぶ定義というのはちょっと特殊な定義のある。だからここはあまり掘り下げなくてもいいかなって感じするね。ある程度大まかな理論体系をまず理解しておいて、あとは柔軟な目で他のいろんな体系をそれに当てはめるような感じで見る方が実質的な利益は大きいと思う。で、あとはもう自分で経験するしかない。自分で経験して、あ、なるほど。つまりさっきの例えば、自分でいかに像を見るかっていう努力をね。で、像を見てしまえば、わかるわけです。あ、なんだと。いや、全然違うことを想像してるかもしれないですが、像は耳がでかいって言った時に、人間みたいな耳を想像するかもしれない。像ってこんなやつなの？でも言ってみたら、あ、こういうことかと。だからそういう体験による競技との一致を図るまでは、ある程度言葉によるものっていうのは、まあ、そういうもんだんなんぐらいに抑えておいた方がいいね。
はい、一応ねヨガスートラっていうのはヨガの世界では一番権威を持つ。ヨガスートラっていうのは本当にその道の人っていうか本格的なヨガをやる人にとってはすごく崇拝されてます。本当に崇められて、もうそれそのものがものすごい帰依の対象というか崇拝の対象になって、ただ私自身はそこまでそれを神格化する必要はないと。つまりこのヨガスートラですらさっきも言ったように言葉で表せない真理を表したものの一つであって、そういう感じで相対化してみていいと思います。ヨガをやってるからヨガスートラが絶対的な経典というわけではない。実際結構分かりにくかったりとか、ちょっと現代的には表現が合わなかったりとか、他のいろんな経典と比べて長所短所それぞれある。だからこればっかりをすごく神格化する必要はないんだけど、ただヨガをしっかりと皆さんがこれから収めていく上において避けては通れないのがこのヨガスートラ。でもだからといって何度も言うけど、別にヨガスートラを学ばないと悟れないとかヨガ進まないということはない。ただまあ一応学んどくとヨガっていうものの原始的な流れというかその全体像が見えてきやすいかもしれない。昔あるヨガを大好きですごくやってる人と話した時に、私の一番好きな言葉というか一番これが真理だと思う言葉として挙げてたのがこの2番目の言葉、ヨガとは心の性を別にすること。これすごく有名な言葉で、よくいろんな、ね、ネットとか本とかいろいろ引用されるのね。これね、ここでは心の作用を滅人って訳したけど、いろんな他の訳もある、制御するという訳もあるけど、この一行すごく重要する。ただそこまで神格化する言葉でもないよ私はね、何をさっきから言ってるのかというと、あまりそういういう風には走ってほしくないんだね。つまり本格的なヨガやってる人っていうのはヨガスートラをとても重要視する。それはもちろんいいんです。それは OK なんだけど、まるでそれが例えば触るだけで浄化されるぐらいのすごい権威的なものを持っちゃってる。内容はもちろん素晴らしいんだけど、別にそこまでこの言葉が全てだっていうようなそんな世界じゃない。どっちかというとヨガスートラって読んでいけばわかるけど、かなり哲学的な話なんです。この言葉が全てを含んでるとか、なんかそういう曖昧な感じではなくて非常に哲学的に説かれてるんで、そういう目で見たらこの一行っていうのは全体の中の一行に過ぎなくて、別にそこまでこの一行を神格化する必要はないっていう、そういう理性的な目でこのヨガスートラ読んだ方がいいね。はい、でここのとこをまとめると、まずヨガの定義がバーンと最初に来てるわけだね。ヨガとは心の作用を滅人することである。いきなりバーンと来てますね。その時見るものは自己本来の状態にとどまることになる。それ以外の時には見るものは変化したものを自分だと思う。はい、これは純粋観照性、つまり真我だね。ただ見てるだけの我々の本質真我と言います。ヨガとは心の作用を滅人することである。その時見るものつまり真我は自己本来の状態にとどまることになる。それ以外の時には、それ以外の時ってのはつまり心の作用が滅人されてない時ね。その時見るものは変化したものを自分だと思う。まず真我というものはただ見てるだけの人、心というのは真我とは全く関係のないエネルギーが展開して、で映画を見てるのです。真我が映画館で映画見てるんです。で映画の内容がここでいう心です。で心が展開する、つまり例えば寅さんがいろんな経験する、でそれを見てる真我がハマっちゃって、まるで自分が寅さんになったかのように喜んだり悲しんだりしてる状態が今の我々の状態です。で心の作用を滅人するイコール映画を消してしまう。はい、映画終了しました。当然映画が終わればどんなに寅さんにハマっててもハッと、あ、終わったと。つまり心が止まってしまえば真我っていうのは自己本来の状態、つまり幻影となって展開してたものが止まってしまうので、心が錯覚から離れる。でもこれは実は本当の最終的な段階ではない。本当の最終的な段階っていうのは動いてようが何でようがそこに染まらない状態が最高なんです。だからここで言ってるのは途中段階である、途中段階であるけども最低限の我々の解脱の仕方っていうか、つまり心の動きが止まってしまえばどんなにバカな人でもやはり映画から覚める。だからまだ真我が完全なる悟りを得てなかったとしても、心の動きが止まってしまえば夢から覚める。それは真我の状態に戻ると、これがここで言ってることだね。だから最初に結論言ってるんです。結論でヨガの目的はここだよって言って、この状態になんなきゃダメ。これは一つの解脱だから当然すごいでもこれも本当の解脱だね。本当の解脱じゃないって、つまり全知を得たわけだね。あるいは無明を完全に破壊したかどうかは分からない。本当の完全なる全知っていうのは映画が流れてても全くそれに影響されない状態だ。そこまでは言ってないんだけど、まずとにかくその映画の中では止めました。それによって真我というものがやっと自分に気づき出しました。ここを目指そうとまずしてるね。はい、心の動き作用っていうものをここでは5種類に分けてる。これは最初に言ったようにヨガスーツラの分け方なのであまり囚われなくていいです。仏教とか他のヨガ哲学とかでいろんなそれぞれの分け方をしているので、これはヨガスーツラ独特の一つの分け方だ。
はい、まず1番目正しい知識、2番目誤謬イコール偽りの知識、3番目が分別知、言葉上だけの知識ってありますが、ちょっと説明すると、これはいろんな人がいろんなタイプの解釈をしているので、私が今から言うのも一つの解釈として聞いてほしいんですが、浅い意味と深い意味があると思います。でまず深い意味から説明すると、まず正しい知識っていうのは、これはつまり真理の知識だね。この世の実相というか、この世の真実を心が知ったりとか、それについて考えたりすることが正しい知識で、2番目誤謬っていうのは、これは深い意味で言うと、普段我々が見たり聞いたりするもの全てがこの誤謬に入ります。例えば私は人間であるとか、ここはアパートであるとか、あるいは生きてるとか、そういう常識的な普通の知識は全て間違いであると。これが2番目の誤謬だね。で3番目っていうのは、2番目っていうのは我々が錯覚によって、このカルマによって生じた幻みたいな世界を現実と錯覚してるっていうことなんだけど、3番目っていうのは別にそういうのもなくて、ただ頭の中で展開される空想と言ってもいいね。例えば私が突拍子もないこと考えたとする。鳥志くんに羽が生えて飛んでっちゃったらどうしようとか、私が考えたとするよ。羽が生えて飛んでっちゃったら悲しいなとか考えたとする。意味ないじゃん。そのような言葉の概念だけのいろんな心の働きが、例えばマイクっていうものを見た場合に、これは真実なのかどうかとか、ここはこのマイクを実体だと考えるのは誤謬だと、このマイクの本性を見抜くのが、つまり一切空であるとか心のあらゆるであるとか見抜くのが真実の知識で、3番目っていうのは、こういった実体のある我々の経験とか、そういうものを対象としてないんだよね。全く心だけの言葉だけの概念的知識っていうか、これが3番目。仏教でも分別知って言葉を使いますが、ここでいう分別知は仏教でいう分別知とは全く違います。言葉は同じなんだけど定義は違うんだよね。だからこれもさらっと流していいです。ここを追求しなくてもいい。追求したかったらしてもいいけど、つまり皆さんの中でもし俺は洋画するなら根本にするという人がいたら追求してください。でもそうじゃないなら、あまり突っ込まなくてもいいと思う。ある程度にしといてね。はい。今言ったのは深い意味。浅い意味で言うと、これはもうちょっと現実的な我々の普段経験していることで、例えば、よく例えとして出されるのが、縄を見て蛇と勘違いする。これも誤謬だね。で、よーく見て縄だと認識する。これが正しい知識です。これは浅い意味。つまり現実的な、普通に我々が事実をちゃんと認識するのが正しい知識で、事実を誤って認識してしまう心の働きが間違った誤謬ですよって言ってるに過ぎない。その浅い意味と深い意味があると思います。はい。で、そしてその正しい知識にも3パターンありますよと。それは直接経験と推理と聖典ですよ。これも深い意味と浅い意味があります。深い意味で言うと、直接経験による知識、これは瞑想経験あるいは悟りの経験。例えばですよ、輪廻転生ってあるんでしょうか。修行してたら仏教でいう宿命通が身について自分の過去世を思い出したり、あるいはいろんな世界に飛んでって輪廻の仕組みを実際に瞑想で見る。これは直接経験。これによって、あ、輪廻転生は実在したと、カルマの法則に従って修行は輪廻してるんだということを誰かに教えられたんじゃなくて、自分で瞑想とかで直接に経験してしまった。これが直接経験の正しい知識だね。で次、推理によるっていうのは、これはいわゆるジュニアネオマです。つまり高度な正しい分析によって真理を追求していく。例えば仏教の四念処みたいな感じで、私とは何だろうかと、肉体であろうか、こう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 だから肉体のわけがないと、では感覚で経験されるものが私だろうか、それもこうこうこうだからそれも違うって感じで、正しい分析をしていった結果としてたどり着く真理、これが推理による知識で、聖典に基づく知識、これは書いてある通りです。まだ自分自身としてはそこに到達してないんだけど、でも信頼できる聖典、これだから聖典じゃなくてもいいの、師匠とか聖者でもいいです。聖者の言葉とか師匠の言葉とか、あるいは信頼できるこういったヨガスータラとかの聖典に書かれてある。まだそれを自分のものにはしてないんだが、学んで理解したっていうのが、これが聖典から来る正しい知識だね。これは深い意味です。浅い意味の場合は現実的な話ですね。現実的な話っていうのは、直接経験っていうのは現実世界でいろんなことを直接に経験したと。例えば砂糖は甘いと、それは砂糖を実際食べてみたと、そしたら甘いと分かったと。あるいはコカ・コーラを飲んだことがない人がいたとして、実際飲んでみた、そしたら甘くかつシュワーっとする、これ経験しました。これは直接経験の知識です。推理っていうのは表示を見たりする。まだそれ飲んでないんだけど、表示を見たり、あるいは実際に科学的に成分を分析して、飲んではいないんだが分析によってこれは甘く刺激的なものであるっていう結論に達する。これが推理の知だね。で3番目が人伝いの知です。つまり信頼できる人の言葉だから、嘘をつくような人はダメだけど、本当にコカ・コーラ毎日飲んでるっていう人で、あれ本でもいいよ、信頼できる本があってコカ・コーラ甘いって書いてあったら、あ、甘いんだ。これ3番目。
そして次、ここで何を言ってるのかというと、眠りってる時は心止まってんじゃないですか。いや、そうじゃないんですよと。空無、つまり無という状態に対して心が動いてる状態、これは眠りなんだ。これはね、瞑想とかでもよく勘違いする人がいて、無だとか言って心を止めようとする。で、実際になんか止まったような感覚がある。でもそれって実はただタマス、つまり無知になってる場合が多いんだ、ね、これはいろんな人が警告してて、心を止める瞑想っていうのはちゃんと師匠の指示通りしっかりやって、本当にそれを得てれば素晴らしいけども、ちょっと間違うとただタマスが増大して動物界に落ちるとかつまり無っていうものを対象として心が動いて、それを心が止まってるっていう錯覚してしまうんだね。止まってんじゃなくて無っていう動きをしてる。変な話だけど、無にただ追われてるだけっていう、これはダメなんです。より悪いんです。人間がああだこうだ理性で考えているよりも悪いんです。現代の瞑想家とかもそういう人が多いと思うけども、自分で、ね、瞑想に浸っちゃって、ああ無だ、私は何もないと、無の境地に達したとか言ってる。まあもちろん中にはちゃんと本当に心が止まってる人もいるだろうけど、じゃなくてただその無っていうものに心が追われてるだけの状態。こうなってしまうと我々はより下に落ちてしまう。信用していい状態になるどころか、より無知が増大してしまう。だからね、少なくともしばらくのうちは無になるとか空になる、それは全的な、ただ何も考えない、こういう瞑想をたくさんやるよりは、それはやってもいいんだけど、全体の中の本当に一部分にしといて、その他は徹底的に自分を作り変えるとか、集中力を増すとか、そういう能動的な自分を作り変える修行に精を費やした方がいいんだな。徹底的に自分を作り変える。心の汚れが多いんだったら汚れを浄化して正しい心に変えていく。徳がないんだったら徹底に徳を積み上げていく。このように自分を作り変えていく修行を徹底的にやって、ちょっと無になる瞑想する。これぐらいでいいんです。私の経験でも本当の心の停止とか、そういう世界っていうのは自然にきます。準備が整うと。私の経験で言うと、例えば何も考えない瞑想っていうのはあまり好きじゃなかったとしても、例えば瞑想で慈悲の訓練をするとか、そんなのばっかりやってたとしても、ある段階でさあ今日も慈悲をやろうかなと心をぐーっと高めていくと、カッと体が固定されて心が止まって、バーってそういう世界に引きずり込まれます。こういう感じで自然に本当のサマーディとか心が止まった状態でやっていく。だから自分で止めようっていう瞑想ももちろんいいんだけど、それを自分の修行のメインには置かない方がいい。それは例えば一日の最後にちょっとやるぐらいでもいいかもしれない。ちょっとずれちゃったけど、だから眠りっていうのも同じだね。眠りっていうのは別に心が止まってるわけではなくて、無という状態に対して心が動いてる状態に過ぎないんですよと。それも心の作用の一つなんだよってことね。はい。念、これはね、もともとは記憶っていう意味があるんだね。ここで言ってるのはどちらかというと記憶の方に取った方がいいと思いますが、これは書いてある通りです。過去に経験した対象が失われていないものを念、記憶である。つまり過去に経験したこととか聞いたこと、情報とかが心の中に浮かんできたりとか、心の中をそれに駆けめくったりする、こういう心の作用、これはつまり記憶ですよ。でこれを積極的に意図的にやった場合、念っていうんだね。念ずるとかの念ですね。心の中にある一つの情報データを一心にそこに集中するのは念だけども、念じようが念じまいが過去の記憶が心動いてる状態、これが5番目の記憶ですよと。はい。で一応こういうふうに心の作用っていうのを定義して、とにかく心はいろんな形で動いてますよと、作用してますよと。そしてそれをどうするかっていうのは次に書かれてますね。はい。分け方はどうあれ、とにかく心はいつも動いてると。で、その心の様々な作用は、主従と利欲によって滅人されますよ。この主従と利欲って大事な言葉です。これは頭を入れておいてください。ヨーガとは何だろうか。主従と利欲だ。これは重要です。はい。主従と利欲とは何かっていうのは次から出てるね。はい。まず主従っていう言葉自体はアビアーサーっていうんですが、繰り返し行う、つまり普段の努力、繰り返し繰り返し行うことを主従っていうんですね。でもここで言う主従っていうのは、ここで書いてある心の流れの静止をもたらそうとする努力、これを主従と定義してる。つまり最初に言ったね、心の流れが止まってしまえばその時に真我が現れますよと。そのためにじゃあ心を止めようっていうこの努力、1回2回じゃなくて日々繰り返し繰り返し行うこと、これが主従なんです。これは現実問題として言えば、ヨガ修行の全てがそれにあたる。ヨガ修行の全ては、あるいは仏教主義も含めてね、あらゆるものは繰り返されなければいけない。結局今の我々は肉体もそうだし、精神もそうだし、カルマもそうだけど、過去の繰り返しでできてるんです。過去のいろんな生き方、いろんな思い、いろんな言葉の繰り返しで今のこれがあるんです。でもこれは流動的なんです。ずーっと動いてる、ずーっと動いてるんだけど、今動いてるこの現象は過去の積み重ねなんです。でも今も何かを積み上げてるんです。今も何かを積み上げてる、これが未来の投資を作る。でも普通は過去の
傾向に左右されるのね。過去ずーっと来てるから今も同じことやっちゃうんです。だから未来も変わんないです、あんまり。これが普通。でも、ヨガ修行者はこれを変えようとするんです。例えば、ヨガとかやると性格変わったりするけど、例えば、一番わかりやすい例で言うとね、ヨガ教室に来るまでは、いつも怒ってましたと。でも怒らなくなりましたと。この怒ってましたから怒らなくなりましたには、何らかの主従があるんです。それは肉体的なので言うと、アーサナやったり、呼吸法やったりして、物理面からまず神経とかが整ってきて、怒りづらくなる。でもこれも主従ですよ。1回2回じゃ変わらないわけですよ。今日アーサナやって呼吸法やったからって明日から怒らないってわけじゃない。今日もやって明日もやって、あるいは週2回でもいいけども、とにかく繰り返し繰り返しやってるうちにその人の呼吸とか神経とか落ち着いてくる。あるいはここでそういういろんな教えを学んで怒っちゃダメなんですよっていうことを聞いたとして、そうかと、じゃあ怒らないしようかな。1回じゃダメです。2回3回と怒らないぞ怒らないぞ怒らないぞってやってるうちに、総合的にね、肉体面あるいは精神面から怒らないっていう状態が出来上がるわけ。全ては主従なんです。さっきも修行するんだったら自分を作り入ることを重点を置いた方がいいって言ったけども、それも主従だね。1回2回じゃ変わらない。例えば行法をやることもそうだし、教えを学ぶこともそうだし、師匠とかマントラを唱えることもそうだし、いろんな瞑想をすることもそうだし、あるいは実生活で怒らないとかいろんな訓練をすることもそうだし、それを今日だけやるとかじゃなくて、ひたすら毎日毎日毎日繰り返し繰り返しやること、これが主従だ。だからヨガっていうのはそういう意味でも主従と言って差し支えない。私がいつも新人の人に言う言葉としてね、ヨガっていうのは、ここで言うヨガっていうのはアーサナとか呼吸法だけども、ヨガっていうのはたまにたくさんやるよりもちょっとでもいいから毎日やってください。つまりヨガっていうのはたまにアクラブティックのことやって楽しむもんじゃなくて作り変えようとしてる。作り変えるには毎日やんなきゃダメです。毎日少しずつでもいいからやって、例えば呼吸法で言ったらゆったりとした1対4対2の呼吸を日々繰り返すと。これをたまにやっただけだったら何も変わらないけど、毎日やってたら普段浅くて早い呼吸の人が1日のうち5分でも10分でも深くてゆったりした呼吸になる。でまたすぐ浅い呼吸戻るんだけど、でも毎日それやってるとね、その人の日常全体の呼吸も影響されるんです。だん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 普段の呼吸も深くゆったりとなってくる。これが主従なの。つまり日々の繰り返しによって全体が変わってきてしまう。もちろん精神的なのもそうだよ。さっき言った怒らないとかもそうだけど、自分の性格っていうのは絶対的なもんじゃないんです。私はこういう性格なんだって人って思いがちだけど、それって過去にいろんなことやってきたの結果として今があるだけだって。で今も動いてるんです。確定的な人って誰もいないんです。例えば嫌悪が強い人がいたとして、絶対的に嫌悪そのものって人はいないんです。過去からの修正でちょっと嫌悪が強っぽくなってるかなっていうのに過ぎないんです。でそれをいろいろ今からやっていけば、例えば1年後には慈愛に満ちた人になるんです。でもこれはどっちも実体がない。どっちもただの主従だから、主従によってコロコロ変わってるに過ぎないから。でも普通は過去世からのものすごい強い主従の流れがあるから、なかなか自分を変えるって難しい。でもヨガの力によってスムーズに変わってくるんだね。スムーズにというか、もちろん立って変わるの難しいかもしれないけど、普通に何もしないで自分を変えようとするよりは、例えばヨガのいろんな行法やったり瞑想したり、いろんな教えを学んだりとか、こういうの総合的にやることで自分ってすごく変わっていく。私ヨガとか仏教とか修行やることの一番大きなメリットは、自分は変わるんだってことが分かることだと思うね。これは私いろんな人を指導してると思うんだけど、真剣に修行すると人間ってかなり変わります。でも修行しないとこれなかなか変わらないね。で変わらないってことは、変わった経験がないから変われないって思っちゃってる。人間っていうのは変われないもんだと。私はこうなんですよと。もうそっから出ようとしない。そういう選択肢がないっていうか、自分はこうだって決まって、そっから条件を変えようと。これはしょうがないんですよと。だからこうしてくださいとか。じゃなくて、ヨガとかやってると変われちゃうんだね。あれ？こんなに変われるんですかと。まるで1年前の自分と全然違いますよと。だから、このメリットは、じゃあ次も変われるなっていう肯定的な意識を生むんです。だからこの人はどんなに自分の中に汚れを発見しても大丈夫です。変われるって分かってる。でも大きく変わった経験がない人っていうのは、変われないっていうふうに思い込んじゃって、そういう人は徹底的に早く修行を進めて、1個でも2個でもいいから自分が変わったっていう経験をしなきゃいけない。ただもう一つ問題はね、変わってんのに否定的な人もいる。こういう人ってよくいるんだけど、私全然変わってないんです。で周りから見るとずっこけるんです。え、君相当変わったよと超変わったじゃん、全然違うよと。で一つ一つ言っていくと、あ、確かにそうかもしれませんね。否定的だから、まるで自分がずーっと変わってないように見える。でも冷静に冷静に考えると相当変わってたんです。だからそういうとこは喜んでいいんです。ここら辺がね難しいとこで、傲慢になっちゃいけない。でも認めるとこは認めて喜ばなきゃいけないんです。あと謙虚にならなきゃいけないんだけど、卑屈にはなっちゃいけない。すごく難しいとこだね。得たものは得たと喜ぶ。自分が得たものは得たと、変わったものは変わったと喜ぶことで、自分の中にそれに対する確信が出ます。人は変われると、ヨガの力すごいと。でそれによってまた次に新たな問題が生じた時に、それに対する希望というか確信が出てくるんだね。
それがヨガ修行の一つの大きなメリットだと、ね、あまりそういう経験がない場合は何度も言うけど、なかなか自分の殻を破ることはできない。破れないっていう発想が最初にあるから当然破れない。はい、これは今度はシジュとリオ君のリオ君の方の説明でね、現に見たり伝え聞いたりした対象すべてだけ無欲になった人を抱く国旗者たる自覚がリオ君である。これはこのままなんだけど、欲から離れる。ここで言う欲っていうのは単純に言うと執着と嫌悪、つまりその対象に対する強い執着と逆にその嫌悪の心で、そこから心っていうのはどんどん展開するわけです。一例を挙げると、歩いてたら道でいきなり見知らぬ男に罵倒された。これは一つの経験ですね。はい、罵倒されました。ここで嫌悪があります。え、なんだこいつはとムカムカってくる。まずはなんとなくムカムカってくる。でその後にその相手を見て、いろんなパターンがあるよね。相手を見て弱そうだったらよりムカムカってこいつと俺は勝てるぞこいつ、なんだこんな変なやつが俺に罵倒するんだって、どん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 増大する。で本当に相手がちょっと弱そうで自分が闘争心が強まったら、口で相手に言い返すかもしれない、あるいは最悪の場合は殴りつけるかもしれない。この一連の動きってある。でも利欲者っていうのはそのような経験があってもまず怒りが出ない、あるいは出たとしてもそれをそこから増大させないというか、これは現実的な説明だね。もちろん執着もそうですよ。いろんな経験を日々する。その中で我々は仏教的に言うと十二縁起の動きをどれだけ止めるかってこと。いろんな経験をして心がバッて動き出してどん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 そっちの方にはまっていく。これをいかに止めるか。で利欲っていうのは日々もちろんいろんな経験をしないと我々は生きられないんです。生きてるってことは経験の連続だから、その経験の中でいろんなものに執着したり嫌悪したり、この繰り返しが人間なわけだけど、利欲者、利欲を得たものっていうのはいちいちそういったものに執着とか嫌悪が出ない状態。これも最後のことを言ってるわけだけど、ただただカルマによって、もしくはバクティ的に言えば神の意志によって展開されるいろんな経験現象に対して一切執着も嫌悪も希望も恐怖も抱かない状態、これが利欲ですよ。もちろんこれは理想なので、ここは我々が日々目指さなきゃいけないところ、ね、日々いろんなことの中でいろんなことに執着とか嫌悪の気持ちを出さないようにして、それは何でもそうなんだね。例えばお尻濡れたとこの時に、あ、なんで濡れんだと、なんで俺は濡れなきゃいけないんだ、ダメだからね。そこで、あ、カルマあるしね、これで全く問題ないわけです。でも僕はそこでいろんな展開があるんだ、ね、それは単にカルマによって濡れた、それだけだと。これさ、他人だとよくわかるよね。例えば私から見たら奈良さんがお尻が濡れようがそれはカルマで濡れた、それだけだと。でももし私のお尻が濡れたら私の自我が動き出すじゃないですか。つまり濡れたくないって気持ちがあったら、そこで濡れてしまったらやっぱり嫌悪が出たんです。でもそれは自分っていうものを捉えすぎてるから、ね、そういう感じであらゆる経験に対して執着や嫌悪を出さないような訓練を日々しなきゃいけない。いろんな日々の実生活の中でね。はい、だからこれは結論を言ってるんだけど、我々の実践としては日々それを目指すってことね。はい、利欲の説明の続きね。利欲っていうのは様々な心の執着や嫌悪とかそういうものから離れていくことなんだけど、最高段階っていうのはサングナ、つまりこの宇宙を動かしている大元のエネルギー、これに対する囚われからも離れてしまった、完全にこのマーヤから解放された状態、完全にあらゆるこの幻影の根本的なものにさえも心が引っかからなくなった状態だね。だからこれも最後のことを言ってます。